油断している間に4時半を過ぎておりましたいつも4時半ぴったりに始めることに命を懸けているのにあなた何に鼻をかんでるんですかちょっと風が,風がまだ完全にあ風がまだ完全に言えてないんですよ風が完全にあらえだい長いでしょ 2>, 2週間ですね夏風は、ね、<laughs> 長いかすあ,あわざわざマイクのスイッチを入れてからせんでもよかろうにね <laughs> 終わりましたか終わったようです <laughs> はい えー、夏風は、ね、長引きますので皆様、気をつけてくださいね。いやしかしね、日本各地でもう40度超え、はい、土佐なんて四万十で41度。 今年急に四万十が出てきましんか大体今まで北関東が暑いのの大名でだって日本一暑い町なんて T シャツまで作ってね、なんか半ば町おこしみたいな感じになってましんだから悔しいと思うんですよね、ことね。とはいうものの、あれ、実は同率なんですよね、同率というか、多治見も同じなんですもんね、トップが所あるんだよ去年まではね、ね。今年四万十に抜かれましたからね。はい 悔しいしな言ってましたよ、だからテレビ番組の中で、どうせ暑いんだったら、なんかそれが記録とか、産業振興につながった方がいいって。 我がの人が全くその通りですよね。うん、私もねそう思うんですよ。あの、長崎も3 5度を超えるね。猛暑日というのが今年の夏はそう。珍しくもないんですけれども、どうせ暑いんだったらもうなんか4 0度とか体験してみたいなとかね。まあまああのここだけの話ですけれども、なんかわなこわだけの話って全部流れてますけど流れちゃいました。 いや僕は40度はね、体験、1回は体験してもいいかなとは思うけど、<僕ね S 1> ちょっと危険な温度だもんね、30<の>度は。39度6分までは体験したことがあるんです。どこで1994年の佐賀 ええあのー、私がラジオ佐賀に転勤した年で佐賀商業が甲子園全国優勝した年なんですが、ねうん、だ,だからよく覚えてるんです、39.6度であの時の佐賀は日本でで一番暑い街だったんですよもちろんあの、その時すでに40度超えが、ね、日本の最高気温記録ではあったんですけれども、まあ、それにしてもあ,あとちょっとで40度なのかってわそれがこの暑さなのかっていうのは確かに体感しました。 うん、外に出ると、息がでできない感じでしょうそうですね、あのね、サウナの中にいる感覚に確かに近いですね、<ー>40度近くなるとね、わーって感じですよね。うん、あのだって、体温より高いということは、体内の温度が外に逃げにくいということですから、当然、体内で生成された熱がこもるという、いわゆる熱に対する中毒症状、熱中症になっていくわけですよね。 だからね、あの自転車とかオートバイで走ってても暑いんですよね。そうですよね。うん、そう、お湯の中走ってるのもんですからね。そう、あのへだするとお風呂より暑いぐらい。ぬるま湯よりね,ね暑いですからね、えー。夏場は結構高めですもんね。えー、まあというわけでですね、あの全国的に。<laughs> <laughs> あの病院に搬送されるような方もね出てらっしゃいます本当に熱中症を気をつけてくださいね。もうマスコミなんかでもう本当になんか決まり文句みたいになってきましたけどね喉が渇く前に水分を補給しましょうねとかね家の中にいても熱中症になるんですよってもうなんかね自分がそうなるまでは結構人と事って思っちゃう人も多いですやっぱりなりますよね。あのー、クーラーをね 家の中でつけててなくて熱夜中にふっと汗やくになって目が覚めてあこれは本当に熱中症の一歩手前なんだっていう感覚ね今年味わったことを味わった方結構いらっしゃるんじゃないかと思いますけれどもでもその一歩手前なんだって時はもう本当にもう赤信号の一歩手前の状態ですからね。ね 早早め早めにに本当に皆さん気をつけていいいたただきたいと思いますねだこの間、長崎で路面電車がトラブルを起こして復旧作業でその路面電車の会社の職員の皆さんが頑張って作業なさってたんだけどそれがお昼間のトラブルだったもんだから作業員の方が一人熱中症で運ばれちゃったんですよね。だから もちろん熱中症になりたくてなっちゃう人ってのは一人もいないと思うんですけど何か違うことに一生懸命仕事をしているとかそれこそ別に熱中しているっていうことの中で飲むことを忘れちゃうんだよね休むことをね、うん、だから熱中症予防って自分が気をつけることももちろんなんだけど周りがやっぱりお互いに水分取ったとかちょっと休んだ方がいいよっていうのはきちんと言った方がいいと思いました。そうですね自分がこう何かに没頭しててるとと飲むことを忘れて つまりその症状が出てからじゃ遅いじゃないですか、熱中症ってね。だからあの本当にあのもう定期的にもうそういうふうにするのか、周りの人が気をつけてあげるとか、そういうことしないといけないなと思いましたね全くその通りです、ねうん、だから本当にそうハンデをしたみたいに、熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいって私もラジオで言うんだけど。 それででも出てしまうわけですからね具体的に、ね、どこを気をつけるのかっていうところまで考えたほうがいいですね、特に現場ではね、だから、うん、屋外で作業をなさっている方々は結構、時間を決めてお休みを取られているみたいですよ、うん、日陰とかに皆さんでお休み、もうヘルメット外して、そうやってあの飲み物を取りながら休憩っていうのは、本当、この夏、よく見かけますね,そうですね仕事ならないでしょう、しかしこの暑さだと本当にね。うん 大変だと思いますよ。はい、こんなね。クーラーが効いたところで、我々は仕事ができて、本当にあのありがたいなと思いますよ。夏風邪まで引いちゃって。<laughs> <laughs> いやこれはまクーラーが原因ではないんですけど、あはまあね。夏風インフルエンザだって。夏になる方はね。いらっしゃいますからね。私もなったことあるんですけど、うん、夏にインフルエンザ風邪、ねうん、なんでしょうな。風邪なんでしょうな。あまあ いろいろな症状をひっくるめて風邪という言い方をしますからねウイルスではないというふうにはいわれてるんですけどね、うんまあ、そうですか、はい、細菌性ですね<ー>、はい、そういう診断結果ですね、あまあ、でも炎症は取れたんですけど、喉は治りましの、ねね、<laughs> 喉の腫れは続いたんです、えー、その後の鼻,<に>鼻水と、えー、咳ですね、これが取れないですね、これが1週間ぐらいずっとだらだら、だらだらついてますね。 大丈夫ですか。おいはい。はい。はは。なんか音が回ってるような気がしました。はい。えー、っと、うん、自分の音で驚いてしまいました。<laughs> 大丈夫ですよ。はい。まあひょっとしたらあの鼻と耳がねつながってますから、林田ウンサーの耳のコンディションも今あまり良くないのかもしれないですね。あ、良くないですね。うん、目も良くないですね。何がいいんですか。意味のないですね。目は今なんかダメですね。 いいのは顔ぐやい, <laughs> いやいや、顔もねいかがなものかなんですけど、なんでしょうねそうあの、あれなんですよね、薬飲んでるのもちょっとあると思うんですけどね、あぼんやりしますね、すね薬飲むとね、えー、どうしてもあの鎮静効果がある薬はね、鎮痛効果がある薬はね、そうなんですよね、うん、感覚が鈍りますからね、そう,ねそうなんだよねああのニュース読むと、てきめんだね、自分の,その集中の具合というのが分かりますね、あ<ー>誤毒が増えますね。 長い枠があるじゃないですか 6, 分6時20分からね。はい、あの枠なんかをワンマンではい、はい、<laughs> ニュース読んでるとこう途中から集中力がなくなってくると誤読しちゃうんんですよねなか感覚的にこうちょっとこう遠ざかっていくようなそういうい感覚ですか気持ちが目はその文章を追っているんだけど、うん、ここの処理がちょっと追いつかなかったりここの処理はできていても今度ここの運動に追いつかなかったりっていうこう。 いろんな時差が出てきますね<ー>処理スピードが落ちますね PC が熱を持っている状態になっていくような、はい、さっきからなんか鼻がむず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 してるんですけど何でしょうね鼻毛がまた白髪になりましたかね鼻毛が白髪になるとむずむずするんですよ、ね、硬いんですよ本当鼻毛が白髪になるとねああ抜いてきていいですよ本当鏡があると、うん、鏡ああ,あ,あいい 鏡持ってんですか iPhone が鏡になるんですけどねそうでしょうんょね、これそういう使い方する人多いですよねあの何かの時に便利ですよ、はい、ある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 ,、うん、あるある大丈夫 <laughs> これね自分ね、はい、ちょっと囚人監視の下、うん、鼻毛チェックをしていますがどうですか白いのはありましたか暗いんじゃないの暗いいよよねねかんないよ、ね <laughs> あかんね、なんでこんなムズムズすんだろう話した赤くなっちゃったあ林アナウンサーどこがいいんだという問いに対してですね人望とか性格とか結構ね次々と大体いいこういう答えが来る人ってあれですよね <laughs> <laughs> いやいや肩,肩揺らして笑わんのと <laughs> みたいな <laughs> <laughs> 性格はいいんだけどねみたいない、いい人なんだけどみたいなね、<laughs> まあまあ、逆よりいいですよ、顔は <laughs> い,い,い,いいけど性格悪いなんて言われたらね、<ー>それはショックですもんあ小池監督もね、咳が治らないって、風なんでしょうかね 2> 私、2週間、まあ、大体うちの職場でかかった人たちによると、2週間ぐらいで大体、言えたっていう話なんで、もうすぐ2週間なんですよね、はい、今度の木曜日でちょうど2週間なんです。 でも本当にだん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 ん落ちていって状態は良くなってるんですけど、うん、完全に取りきれないんですよね、まだ、まあ、少し咳が出るんだよななんかね人間の体っていうのは不思議ですねうん不思議ですさあそうした中で、はい、見たらしいじゃないですかパシフィック・クリーム。 なんかに挟みましたよ私も見たんですよ見ましたか見ました大変に面白いですなじゃあねそのメッセージを紹介しようと思っているのでそうですかじゃあ本編でパシックリム見ましたかというメッセージをオープニングで紹介しますのでじゃあお互いに簡単に熱っぽくあそうですか熱っぽくああいいですよライトな感じでもライトでいいですかライトでいいですよオープニングだしねそうですね僕は本当に一つ だけイメージがありま僕はね最近はね「ワールド・オー・ゼット」も見ましたよあ<ー>ブラッド・ピットのブラックビスケットじゃなくてブラッド・ピットのもうね同じブラピでもね、えー、ブラビカッチはあのね「ワールド・オー・ゼット」はねなんかタイトルがねなんか軽いイメージがあるなと思ってなん,でかな,な,なんでだろうなと思ってたら昔ほら 『V マドンナ大戦争』っていう映画があったじゃないですかいや覚えてないし V マドンナ大戦争 V、ねはい、マドンナ大戦争ワールドウォーゼットって言葉の並びが似てるじゃないですかすごく V、はい、マドンナ大戦争ワールドウォーゼット V、ね、マドンナ大戦争ってあの日本の映画で,、えーとあのですね、生徒会がねあの隣近所にある すごい極悪な高校からですね番長グループからいつもあの生徒会の資金をこう分取られてて困ってたんですがそこで助っ人を頼んでですね7人の侍的にね7人の喧嘩が強い女子高生があのえっと用人棒でボディーガードで来てくれるわけですよ。うん、でで大戦争で、うん、その 番長連合と戦うという言葉がまたなんかこう時代を感じさせるんですけれどもね V マドンナ大戦争というのも昔の作品があって「ワールド・ウォー・ Z ってなんか語感が似てるなと思ってあだから何かこうね え不不思議な、なんかコミカルな感じがしてた。つまり、見る前に、勝手に、こうなんとなく熟成されたイメージがあったわけね。コミカルな、見てみたらですね、ゾンビ映画です。<laughs> 全然違うんですよ。なんか、なんからしいですね,ね。でも、あの映画の予告編、よく出来上がってますね、うん。いやそこね、あれはや、あのか、か壁をぶーっとこう登ってくるところとかね,ね。あ予告編はセンセーショナルだわ。うん なんかこう「進撃の巨人」とかねなんかこう日本のいろんなアニメとかの漫画とかねモチーフにしてるところがあるのかなとかね見ながらました原作は小説だそうですけれどもね村山さんがゾンビ映画っていう言葉を出して予告から全然思い浮かばなかったですもんねそうなんですよだから予告がねよくできてるなと思いましたで僕ね映画見に行く時予告編を見て予告編が素晴らしかったから ものすすごく楽ししみにしてたんですよところがあの映画を見に行く直前にゾンビ映画っていうのが耳に入ってきちゃって、はい、うわ聞きたくなかったと思いながらね行ったんですけれどもね、ええ、でもあの後でネットで見たらもうあちこちにもう。 ゾンビと戦う映画みたいな感じでもう配給元からしてね、えー、結構書いてるんだなというのは後で分かりましたけれどもね予告編には全くゾンビという言葉も雰囲気もありませんからね、うん、あれはだから狙ってたんだと思います、ね、未知の敵と戦うっていうだけですからねの度まあその手の映画はねなんと戦うかっていうのはもう完全なネタバレになってしまいますからねなかなか予告編では分からないですね,ですねゴジラも影だけとかねういう予告だったと思いますけど、まあ、あのゾンビ映画っていうのは本当にこれまで 数々ありまして特にハリウッドの皆さんはなんかゾンビが大好きで、うん、1一つの伝統みたいな、ね、忍者映画とかゾンビ映画みたいな、うん、1一つのジャンルになってるぐらいでございますけれども、うん、まあやっぱり最新のゾンビ映画だけあって、まあ、いろんな演出とか映像的な部分でもなかなかなるほど凝っているなと、まあ、あんまり喋ると、ね、ネタバレになりますから言いませんけれども僕のゾンビ映画大の苦手なんですよ。 いやもういや死んだ人生き返るの嫌いやもう大嫌いもう本当にダメなんですよ苦手なんですもう怖いのダメなんですあ恐怖映画ダメです全般ダメ前も言,って言いましたけどあの血が飛び散る系とそういう怖いものが潜んできてわっと出るのはもう本当に大の苦手です もうねワッと出まくりですよ。どうでしょうう絶対だめです、僕は。無理です。うん、本当に無理ですえっと、ね。だけど、いわゆる、ね、恐怖映画ではないんですよ、ワールド OZ は。アクション映画なんですね。えー、っとね例えて言うと、あの有名なゾンビって映画があるじゃないですか、ね、ジョージア映画。見てないですから、はい。ある恐怖映画ですよね。エイリアンの第一作、うんね、一作目。うん あれは僕は,あはあの僕あの恐怖映画の一つだと思ってるんですよ SF 映画だけれどもでも「エイリアン2」は SF アクション映画でしょわかりませんれ見てないの見てないんですだから見てないんですよあんな名作を <laughs> 多分多分見てないんだもんああそうですか怖いんだもんー、ね、<laughs> ワールド Z はねゾンビ映画だけどアクション映画です<ー>、うん、そ,そんなまあ,あの怖いっちゃ怖いけどそんな触れ上がる系の 怖さではないと思いますあの、多分マニアの人たちに言わせると。<ー>うん、SF アクションあれは僕は全然ダメです、本当にもう全く受け付けないんですよ、<laughs> す残念なことにはあ、まあね、それはもう食わず嫌いっていうか、もう,もう食うことそのものをもう絶対避けますもん、もうその手の映画と分かった段階でもう僕、ダメなんですよ、お手上げなんです。それはねねだってあの蛇が苦手な人に、ね 可愛い,いから抱いてごらんって言ってもね嫌だっていうのと同じですよね理屈としてはね無理ですそれはもう理屈じゃないですからね生理的にねで結構見た人からあ「バイオハザードみたいなもんなのかなと」と、えー「高山先生は桃色クローバー Z かと思った」って書いてますねなるほど「Z」だから「<laughs> <laughs> ワールド・ォー・ Z」と「桃色クローバー Z」は確かに五感が近い近いかもしれません、ね、出てないんですか ももクロは出てなかった。ですああ残念な非常に残念でした。仮面の持ってる中の何人かにもももクロのメンバーが混じってるとか、そういうことないんですか。あ、それはあったかもしれない。いたかもしれないよ、ね。よく探してみたい、ね。ももクロのメンバーがね、いたかもしれないね。うんうん いいいなと思ますけど高山先生はね今日映画を見に行くつもりだったのが木から地のユーストリームがあるということを知って映画を見に行くことをやめて今日参加してらっしゃるさすがやっぱり大学で教えるぐらいの方はご立派でございますねよくわかりませんが全然意味かりまありがとうございますはいえっとじゃあそろそろ行きましょうかね 聞かせられないラジオ第回長崎、佐賀の放送は8月17日土曜日、再放送は18日日曜日、山梨放送、岩手放送は24日土曜日、北陸放送、宮崎放送は25日日曜日の放送です。 聞かせられないラジ、聞かせられない聞かせられないラジオ。聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ聞かせられません。聞かせられないラジオ。<music> NBC 長崎放送アナウンサー林田重一です。村山宏です。聞かせられないラジオです。 極めてオ,タクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合いますそうよこんな話簡単には聞かせられません早瀬さん、はい、聞かせられないって言ってるのにわざわざアメリカで聞いてくださってアメリカからメッセージをくださった方が今週お二人いらっしゃいますありがとうございます、はいえー、まずお一人目、はい、ラジオネームファイバーさん、はい、イラストレーターのファイバーさんですねはいこんにちはこんにちは この春から仕事の都合でアメリカはロサンゼルスに住んでおります、oh, L.A. ロス北米ではいくつかの日本の映像配信サイトを見ることができますがユーストリームは問題なく見ることができて安心しています、うん、あらファイバーさんユーストで気か力塩えー、アメリカは キャラの,の大型イベントアニメエキスポとかサンディエゴコミコンとかそういったのが充実してますが個人的には車やバイクミリタリーのイベントが日本とは比べ物にならない規模で行われていることが非常に嬉しい、えー、先々月にはゼロ戦マスタングコルセアライトニングなど第二次大戦の軍用機が飛ぶところを見ることができました貴重な体験でしたあの非常にコンディションのいいゼロ戦とかがアメリカでね保存されてるんですよねさて 的に無視できない映画が日本でも公開ですねパチフィック・リームこちらでは1か月早く公開されていてうっかり2回見に行っちゃいました紹介するまでもなくキカラジリスナーの皆さんは当たり前に見に行かれるとは思いますがすごいですジャパニメーションへのリスペクトの塊であることは予告編やいろんな記事から読み取れますので触れません僕はただただ 3D ってすごいなと感心しながら見てしまいました近頃はほとんど 3D の映画ばかり見てますがこれは一段違うと思いました 上映スケジュールが合わないからといって 2D で見ることは避けるべきでしょうそしてこの映画の不思議なところはあそこが良かったここはこうすれば良かったのにという感想が無尽蔵に湧いてくるところです見終わった後誰かと話したくて話しがくくてしょうがないんです 予算を誇示するかのような圧巻の映像を2時間見据えつけられるわけですが興行収入は制作費の回収に至っていないようでつまりこの作品は良くも悪くもツッコミどころをたくさん抱えていて酒の席の席議題にはも,ってこいなんですもちろん長崎でもやるみたいですから会社さん村山さんの感想をぜひ聞かせてくださいってことですよ。 見ましたよ私はどうでしたか私子どもの頃に見たあの漫画祭りみたいだった<ー>怪獣が総進撃してきて、うん、その後スーパーロボットがたくさん出てくるアニメがほぼ同時上映みたいにしてワイザスに見たじゃないですか子どもの頃の夏休みとかねあんな印象だったああ スケーールアアッッププバージョンアップした漫画祭りですね <laughs> そうだね、えー、僕も 3D で拝見しましたけれどもねまあいろいろ微妙に考えていくととんでも設定がいっぱいあるんだけどなんとかパンチとかね <laughs> とか、えー、なんでわざわざ中二の乱トやろうかみたいなところもあるんだけど、えー、いやそれはそれで本当にあこの監督さんは日本のいろんな創作物を愛してらっしゃるんだなっていう,こう愛情をひしひしと感じましたね。 あの林アナウンサーとほぼ同じ感想です、この監督は本当に日本の特撮と日本のアニメが大好きなんだなと、うんええ、もう分かりますね、うん、特に私たちが見ると。そうだ、ねえー、で、スケール感の描き方、上手ね、そこです足元からの煽りの絵とか、橋が壊れる様とか、ああいうところのこう大きさをいかに表すかっていうのが本当に上手と思った。 あのね、僕は特に感じたのは水しぶきの表現ですね、うん、このザババババババーとイエーガーがね巨大ロボットが海から出てくる時そしてイエーガーにぶち当たる嵐の水、うん、それがね何と言うのかちゃんと細かいスケール感のあった水しぶきなんですよねあれわざと雨降らしてるよね、うん、雨の日を選んでるよねそうです、えー、意図的にねそう雨の夜しかもね、うん 上手な演出だよね、うん。そう、あの、やっぱりね、光が美しいんですよね。ああ、なるほど。夜の中のロボットの光る目、うん、そして光に反射する。あの光、あ、うん、何を言ってるな、雨に反射する、え、水面に反射する光。うん、その美しさをね、やっぱ光の使い方がね、素晴らしかったと思いますね。なるほどね。うん、ゴジラ映画とかでも、やっぱり海のシーンなんてのは迫力ありましたさ。そうで、やっぱりね、あとね、ウルトラマンとか、あと機械だなんかも、あの、目が光るヒーローは全部そうなんですが。うん、夜のシーン。 とか雨のシーンが、ね、非常に印象的でね素敵なんですよ。 セブンなんかもそうでしたな。そこをね、僕はね監督さん取り入れてるんじゃないかなと思いましたね。なるほどね、えー。オープニングが五分もかかってしまいました。いや良かったよあの映画は。良 <laughs> かったですね。みんなも見に行って。あのねもう宿題にしてもいいような映画です。<laughs> <laughs> あなるほど。私も二回目を見に行こうと思っています。夏の課題ね。夏の課題です。聞かせられないラジオこの番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送 MRT 宮崎放送 IBC 岩手放送 MRO 北陸放送そして NBC ラジオ

今週のテーマは「村山押し入れ発掘物件昔の模型紙編6」でございます先週は模型情報元編集長加藤聡さんスペシャルインタビューということで、はい、思いがけずも加藤さんが現在社長代表取締役社長を務めてらっしゃる株式会社キャラアニの広報担当の方からですねうちの社長にインタビューしませんかということであちら側から歩み寄っていただきまして夢のような電話インタビューをさせていただきましたときめいてましたな村山さんいやー もう本当にねエキサイティングな話ばかりでね、模型情報の誕生秘話でしょ、当時のバンダイという会社の雰囲気でしょ、加藤さんをはじめ野望に燃えた社員や若いクリエイター集団の昔話に、模型情報の読者の要望で実現したガンダムのプラモデルか、すごい話ばっかりで、当時の熱を存分に感じさせていただきました、はい。その後、ですね株式会社キャラーニの広報担当の方からメッセージも頂戴いたしまして、そうですかつい先ほどいただいたんですが、はい。 社長ずいぶんノリノリでしたね実際とても楽しいインタビューだったらしくインタビューの後非常にご機嫌でまた何かあったらよろしく<あ>ということ、ね、そうですかぜひよろしくお願いしますたですそんなこと言っちゃっていいんですか加藤さん <laughs> <laughs> 本当に何かお願いしますから、ね、<laughs> <laughs> この番組はやるときはやりますよ、えー、やっちゃいますからね、はい、さて ここで一通のメッセージをご紹介したいと思います、はい、ラジオネームテレトランさんですこんにちはこんにちは。ちは元模型少年だった自分は最近の模型師特集はもう万感の思いで聞いております特に前々回取り上げていただいたデュアルマガジンは当時小学生だった自分がお手伝いなんかでもらった小遣いをどうにかやりくりして買っていた雑誌で特に思い入れの深い本なんです 執筆人として秋高美香先生、小出拓先生、佐藤源先生、畑池弘之先生、中原玲先生など、後のビッグネームが名を連ね、短命ではありましたが、ホビー業界に与えた影響は大きかったのではないかと思います。食い入るように読んでいた、当時のあの熱い思いを思い出させていただいたお礼も兼ねて、筆を取らせていただきました。メールルでですすけれどどじるとととといいいいいうことでいやいやどうううこややもあありりががごござざまましたデュアルマガジン はい、押し入,入れにもちろんありました、持ってきました。スタジオにあるのは、ね、デュアルマガジンの第4号ですが定価680円、確かにあの当時の小中学生にとっては680円というのは簡単に買える金額ではなかったかもしれないですえ、そのデュアルマガジンなんですが改めてご紹介しますと1982年 6月から85年の3月まで3ヶ月おきに合わせて12号発行されたアニメ雑誌兼模型雑誌であります特筆すべきは、はい、特に筆なのは特筆すべきはですね、うんええ、あのバンダイが発行した B クラブよりも3年前に出された本だということなんですねおこっちが早いこっちが早いんですガンダムのバンダイよりも えー、ダグラム・ボトムズの宝のほうが実はこのメディアミックス雑誌を出したのは早かったんですね<ー>これはすごいことであったと思います、はい、まさに先見の命ですよねこのリアルマガジンでは徹底的なメディアミックスを図っておりましてバンダイの模型情報にはほとんど出てこないダグラム・ボトムズガリアンジャイアントゴーグクラッシャー・ジョーエリア88この、まあたり要するに 宝がプラモデルで出していたキャラクターたちを徹底的に扱っていたということであります、うん、そしてテレトランさんのメッセージにもありました通りですねクリエイター集団魅力的な方連載人がね素敵だったんですねこの木から地にも時々絡んでくださっている佐藤源さん キューロボゴーグ、あのー、そもそもジャイアントゴーグのメカデザインをはじめ、えー、アニメの原画「初代ガンダム」から最近では「プリキュア」シリーズあそうそう「ニペンのミコちゃん」も佐藤源さんがお書きになってたの三代目のミコちゃんは,は<ー>、えー、だから、あのー、このラジオお聞きの方もですね佐藤源さんの「日ペンのミコちゃん」を見たことあるよという方はたくさんいらっしゃると思いますん<ー>、うん、結構長い期間ね連載してらっしゃいましたねいろんな雑誌にね はい、えー、それから秋高美香さん、ゼータ・ガンダム以降のガンダムシリーズのメカニックデザインを担当されてましたね、他にも桜大戦、サイレント・メビウス、機動戦艦、なでしこ、さまざまございますけれども、本当にあのちょろちょろっとしたカットを、ですね後の有名なアニメーターや、ほら、秋高美香さんのイラストね、ね漫画家の皆さんの,このイラストがですね、 本当にこの紙面のあちこちを彩っていたんですね。であの模型情報や b クラブという本も後にさまざまなクリエイターやモデラーたちを生み出していった本なんですがこの「リアルマガジン」という本も確かに発行期間は短かったけれども、えー、後の模型業界あるいはアニメ業界 私たちが、まあ、林田村山が今お宅を名乗ってこの番組をやってますけれどもこの番組をお楽しみいただいている皆さんが本当にですねこのリアルマ「リアルマガジン」をスタートにするスタートをするいろんなクリエイターあるいはプロジェクトを知らず知らずのうちに楽しんでいる方ってたくさんいらっしゃると思うんですよ。というですねあの何度も言っちゃいますけれども12冊しか発行されてないんですけれども非常に内容の濃い本でありました。 雑誌でありましたそしてもう一つデュアルマガジン休館の半年後に B クラブが創刊になるわけですはい、はいえー、なかなかこれは興味深いタイミングだと思うんですけれども宝,宝が発行したデュアルマガジンが休館した半年後に B クラブが創刊となりそして B クラブの奥付けを見るとですね、えー、編集協力振動者 というですね、うん、プロダクションの名前が載っているんですけれども、はいえー、この新動車のスタッフの方に千葉聡さんという方がいらっしゃってこの B クラブの第5号にもその名前がクレジットされているんですけれどもこの方はですねデュアルマガジンの編集長さんなんなですよおっとほうほうほう。はい、ということはデュアルマガジンが休館になった半年後に B クラブが出てその B クラブに 実はデュアルマガジンの編集長さんが関わってらした。<う>ねえー、ちょっとあの私も後で見つけてちょっと鳥肌が立つような思いだったんですけれども、えーまあ、いろんなことが言えると思うんですけれども当時こういったプラモデル業界の、まあ、ガンダムやイデオンやダグラムを、えー、スタートランナーとするあの辺りの、えー、プラモデル業界に身を置く人々ってのは本当にあちこちで関係をし合っていて。 切磋琢磨していていある時はライバル関係でありある時は仲間でありというねそういう深いまた複雑な結びつきをね え持っておられたんんだななと思いますねかアニメ制作の形態と似てますねそういうい意味ではね一<ー>つの作品を作るためには A という曲で流れたり B という曲で流れる作品両方関わってる方もいらっしゃるじゃないですかそ,うです、ね、それとなんかちょっと似てますねものづくりの現場としてはねそうかもしれませんね、うん、それもやっぱりあのいろんな会社のねあるいは映画でいうと配給元の垣根を越えてね、うん、協力してますもんね。そうかもしれません でそのデュアルマガジンの編集長の千葉聡さんなんですけれども、はいえー、デュアルマガジンが、えー、1985、えーえー、19年に休刊するんですけれどもその3年後にです、ねはい、今度は小説家として「聖国1092」これ正確には「ですね、えー、ワース1092」と読むらしいんですけれども「聖なる時を刻む聖国、うん これはあの当時の朝日ソノラマ文庫から出版された「ヒロイックロボットファンタジー」だったんですが、はい、この作品がすごく面白くて、はあねえー、朝日ソノラマというと「クラッシャー・ジョー」とかねえとあと「ガンダム」の小説版もね朝日ソノラマから出されてましたけれども当時ね 私このデュアルマガジンの編集長さんだったということを知らずに読んでたんですよ。あもう作家の千葉聡さんとしてこの小説を読んだと割と最近気づきました。<ー>あデュアルマガジンもこの方がやってたんだっていうね<ー>で、えー、どういう話かというとあの架空の世界が舞台なんですけれどもアッハーンという大陸がアハそれだけ聞うとなんかちょっと笑ってしまいますけどアッハーンという、ね、大陸が舞台であの大小のですね 王政が敷かれた国家軍が各地を統治する世界が舞台になっているんですけれどもその中でですね中央部の,あの中原、うん、中原と書くその中原とあと東の方東方を舞台に竜土、ね、と言われる人型の兵器、まあ、要するにロボットによる戦いが繰り広げられているんですがそのロボットがですね高さ8メートルぐらいの鉄の巨人なんですね。 とこころがこれがれ失われた文明が残した兵器で、えー、その正体っていうのが結構謎に包まれてるんですよ。うん、で、えー、聖国文字が刻まれた石の仮面をそのロボットにつけることで起動するんですが、はい、その石の仮面に刻まれた文字によって、えー、性能とか性格が変わったりするんですね。お面白いその<え>のロボットの えー、総兵の、えー、100%の力あるいは120%の力を出せるかどうかっていうのがその石仮面とあとは操縦している人間によって出てくるというねあのいろんなこう謎が隠された非常に面白いお話で千葉先生、えー、千葉聡さんがですね えお書きになっていたというのに後で気づいたというこの興奮の一言言いたくて <laughs> いやいやいや1か月ぐらい前からうずうずしてたんですがつながってるんですねつながってるんですよねううであこの千葉聡さ,さんがお書きになったこの「征谷」はまあまああの後にあの大河ドラマとしてどんどん広がって広がりを見せていくんですけれどもまあやっぱり「デュアルマガジン」とかあるいは「B」クラブいろんなところで培ったご経験が やっぱり生かされてるんじゃないかなという気がしますね。うんうん、さあ、えー、時間もですねどんどん経ってきましたがこの辺りでですね、えー、一旦私の模型雑誌話は、はい、一旦一区切りしたいと思っております。というのはこの後もですねまだまだ実はお話ししたいことが山ほどあるんですけれどもこのままいきますとですね 聞かせられないいいラジオが模型雑誌番組にななってしまいかねないので、まだあるんですよ、<laughs> モデルグラフィックスとか、別冊、はい、テレビランド、ホビーボーイとか、はい、ホビージャパンエクストラとか、電撃キャラクターマガジンとかですね、電撃ホビーマガジンが出版当時のどんな状況だったのかとかですね、うんうん、え話したいこといっぱいあるんですけれども、80年代から90年代の前半あたりですよね、動きですよね。<ー>僕この辺を本当にもう全く フォローできてないので、聞く話が全て新しいですね。<ー>僕にとってはテニスボーイだった時代ですね。テニスボーイであんまりこういった雑誌関係もほとんど読まなかった時代ですね。<laughs> ねえ。あの面白い話がたくさんありますので、うん、ちょっと期間を置いてですね。はい、はい、また、えー、コアな話をしたいなと思っております。はい、えー、ではですね。この辺りで素敵な曲をお送りいたしましょう。タイトルをどうぞ。 木から時短 気にしないでねま模型情報元編集長の加藤さんのお話が面白かったから私の出番がなくなっちゃっても仕方ないよね加藤さんには記念に私特製の爽やかなタオルケットを送っておきました裏側には足がいっぱい生えてる生き物がびっしりくっついてるよ寝心地ばっちり二度と番組には出てくれないかもしれないけど それもまたよしだよね。じゃ、気も晴れた。ところで、今日も爽やかに行ってみよう。ゴーゴー。木から時短を超える名曲。木から時短のバラード。 時間がああるみたいなのでじゃあ1冊だけ別冊テレビランドホビーボーイ1984年に創刊されましてこちらもですね大体1シーズンごとの発行でございました、はい、徳間書店発行ですまあ別冊テレビランドっていうぐらいですからねホビーボーイあえっとねこれは第4個だな第1個を見てほしいですね今日もたくさん持ってきてますねこれを何週間も何週間も持ってき続けてきたわけねあなたねそうそうそう 1> 第1号を見てこの第1号の表紙ジムキャノンですよ表紙がねしかも色を塗り替えてえー、っとこのだって「ガンダム」の主人公って言ったら「トリコロール」の「ガンダム」でしょ、はい、あるいは「ザク」でしょ人気があるのは車線用ザクだったりするでしょ、うん、ホビーボーボイの送還号の号が このグレーのジムキャノンですよ。ああ渋いね。ね。八十四年当時ですからね。そうですよ。いかにこのホビーボーイがね冒険していたかというのがわかる表紙ですね。これもすごいですねザ。ザックがなんかこう改造されているようなタンクですね。ねえっ、ー、とああザ,ザクタンクですね。これはね MSV の一つですよね。はい。ね でこの「ホビーボーイ」なんですけれども1984年に創刊されましたこれはね模型雑誌ではなくて表紙にもあります「プラモモデルガンラジコンチョロキュー電子ゲームマイコン大集合。マイコントイボックスレディオみたいな雑誌だ。 ああそんなううマニアしかわからないようなものすごいマニアじゃないとわからないような林田さんと村山さんがえ入社1年目と2年目の時にやっていた番組ですてたテーマと重なるねこれねこれがですねまあもちろんあのなんだかんだ言ってプラモデルの「ガンダム」のページがですねメインではあったんですけれどもモデラーが草刈健一さん写真家、高瀬裕二さんもうこの辺りの人々というのはやっぱりあの当時のストリームベースの3人とはまた別にですね有名な。 このプラモデル業界では有名な皆さんでえそして特筆すべきは特に筆なのはですね今日全然林田さん突っ込んでくれないんですけれどもいやいやそのまんまだから特筆は特に筆でどうどうどう処理すればいいの違うっても言いようがないしさ特に筆なのはねはい特筆すべきなのは漫画連載で「悪転送フィクサリア」というですね 漫画連載されてたんですが吉見るさん、吉見る先生の書き下ろしの漫画だったんですよ。あそうですか、ね、でこの「フィクサリアが」が、まああのー、男の子の主人公と可愛い子ちゃんの女の子2人出てくる3人組の三角関係のとても面白い漫画だったんですが、えー、これがまた特に筆だったのはですね特筆だったのはですね、はい、ホビーボーイの連載が済ぐにつれてなんとガレージキットを出しちゃったんですよ。は<ー>で 購入できるんですかファンの方が。ええもう今はできませんけど、あの当時は購入できたんです。へえすごい。でまたね小一ちゃんですが出来栄えが非常に素晴らしかった。はあ<ー>。でこれも後で分かったんですが、ええ、漫画を書いていた吉見先生が自分で作ってたんだって。このが <laughs> すごいそうだったんだ。<laughs> すごいですよね。ねであのー、雑誌媒体で。 え連載されている漫画のガレージキットを作ってまた売ってしまうというのは多分このホビーボーイが一番最初にやったんじゃないかなと思うんですよねえ先駆の存在だったと思いますなるほどね。うん ここ何週間か模型の80年代の話を聞いてきたんだけどやっぱこの頃っていうのは個人の制作者が個人でいろんな作品世界を発信し始めてた時代なんですね全くその通りですね,ねそして同時にあの、うん、メディアミックスというのが本当に広がり始めた時代なんだなっていうことを本当にあの実感しましまたそうですね、うん、そしてガレージキットがマスプロダクツ化していく霊明期だったと、えー。がする時代でするでね えー、面白いですね目が萌えとする方がでございますそうですよ <laughs> どっちだと思いましたか?。違うほうがございましたか?はい。<laughs> いやいやほうがほうがみたいな。簡単に納得されました、ね。えっとですね。はい、まあ模型雑誌のお話はいろいろとね。はい、ございますけれども、またそのうちということで。えー、来週から、また違うシリーズもということになりますね。ね来週はですね、お客様をお迎えします。はい、ええー、漫画ペコロスの母に会いに行くの作者、岡野雄一さんです。ほうほう漫画家であり、ミュージシャンであり、そして若い頃はですね、東京で漫画雑誌の編集もされていたという。経歴。 おなんです、ね、ちょっと色っぽい漫画雑誌だったみたいですけどねはい、はいえー、漫画歌唱もね受賞されている岡野雄一さんをお迎えしてお話を伺ってまいりますというわけでお別れの時間となりました「聞かせられないラジオ」お相手は林田茂一と村山仁志でしたそれでは皆様ラタ毎週 <laughs> い話が結構あるんですけどふと気づくと6回目、まあ、加藤編集長まで入れると7回分とかに、ね、なりますからねこのままいくと木から字が模型雑誌昔話番組になってしまうっていうかすでになっている <laughs> ちょっと方向をね <laughs> 切り替えてもいいんじゃないかと。<laughs> はい。ちょっと自,自粛的なところもあります、ね、私的にはですね。自主規制。自粛規制。<ー>自粛。はいで。でもあれですね。キカラジのリスナーの皆さんは本当にあの暗いつく話題だったん、ね。暗いです <laughs> ぐるっとくみついてき <laughs> ましたですね。ねええー、いやなんか結構話が通じる方が多いんだなと思ってったでびっくりしますねこのね LINE <え>、ね、見てるとねツイッターをね、えー、いやもう本編中も見ましたけど私は本当にもうその時代のことに暗くてですねいやほとんどわからないんですよねうん,うん私はかなり当時夢中になってたんですけれども そうですね、なな長崎県で多分少なかったでしょうね、これだけ夢中になってる少年はね、多分ね、<す>今振り返るとですね。ね<ー>うん あの今,今だったらほらホビージャパンとかでも普通,普通に書店に平積みになってるじゃないですか、はいね、ホビージャパン電撃ホビーマガジンともにあの市民権を得ている雑誌で、ええ、確かにその発行部数とかも、ね、調べるともうそれぞれ、ね、たくさん売れてるもうあの月刊情報誌としてはかなり売れてる部類の本なんですがもう30年前のホビージャパンはやっぱりそれぞれの書店に1冊2冊あるかどうか。 あるいはもう全くないというね状態でしたから自分がね年をね、うん、今振り返るとねははえと昭和57年が長崎大水害があった年で,そうです、ね、いわゆる82年なんですよ1982年だから自分の中ですっぽりさっき言った、うん、よく抜け落ちてる時代というのがまさに高校から大学にかけてがもうすっぽり僕は抜け落ちてるんですよ あ82だから8384年が高三ですよね、うん、この時代はやっぱりもう僕は高校のテニスしかやってなくて見てたアニメがもう数えるぐらいしかなかった、うん、ザ・ブングルとか、まあ、マクロスとかその辺のものしか見てなくてで85年で大学入るんですけどここからはもう僕はもう本当に落語しか見なかったから <laughs> あ<ー>もうこの時代はほとんどアニメも見なかったし。 もう漫画も描かなくなったんですよね大学1年ぐらいまでまだ漫画とかねいろんなカットイラストとか描いてたんだけど大学2年からは一切書いてないですねええー、まさに今出てきた80年代の前半のところが本当にスポンと抜けてますねうそうですね確かにあの作品に触れる特に 今みたいにねあのビデオとか DVD とかが充実,充実してなかった頃っていうのは、うん、基本そのアニメが放送される時間におうちにいるっていうのがやっぱりねどうしても基本になりますからリアル世界で忙しくしてるとですねだから今の時代はほらインターネット使って昔のものとかもうすでに発刊が終わったもの放送が終わったものも いろんなものを使って見ることができるけれどこの頃は見逃しちゃうともうダメだったしその地域のテレビ局がネットしないとアウトででしたからねそうなんですよ今はねあのアニメの本数ってものすごくて、うん、まあなぜかというと深夜アニメとかねあるいはあの一部のローカル局そのテレビ単映局とかで放送されて、まあ、後にそのブルーレイになって。まあそういう ソフトとしてまずテレビで流すけれどもそのブルーレイとか DVD の売り上げでねその二次販売の方で収入を収益を得ようという作品が今ものすごく多いからやっぱり違いますね30年前と今ではね違。違うね、うん、でもこの頃のね良さはねみんなとなんだろう土俵が一緒って感じがするんですよ。同じ言葉で 話せるる感覚ってあると思いませんか <laughs> 選択肢っていっぱいなかったけどなんかみんなと同じものを共有できてているっそうした中でそうした中で僕はこういうふうに個性を出すっていうようなカスタマイズができてあそうか <laughs> そういうふうにやるんだっていうのをお互いにこう面白がってたっていうような空気感がまだこの頃はあったような気がしますね。 今もうみんなバラバラですからね、ムーブメントとかブームっていうのがなかなかできない時代じゃないですか、この頃はなんかやっぱり、同じ土俵に上がっているような感覚っていうのは、どこかありましたですね。 うん、この人すごいなも含めてですよで投稿のこういう雑誌とかがあった時に投稿していっている同じ年ぐらいのこの絵を見てうわ同じぐらいの年だけどこんなすごい絵描くんだとかい、えー、うのを感心したりとかして俺も描けるかなって一生懸命になったりとかっていうそういう感覚がなんかあったような気がしますね80年代の前半はね。うーんうん、今今ののそうですね今の 10代半ばのティニーンエイジャーたちの感覚っていうのはどうなのかなあのね、うん、ほら僕らの頃って、はい、雑誌に載るってことすごいことだったじゃない。うん、だから 家の中の制作友達同士の中のこういうコミュニティの中での漫画上手ねとか見せてとかっていうものの次のステップにあるのは何か雑誌に絵が載るとかっていう,こうスポンって分かりやすいステップアップがあったんですよだけど今は何か書いたものを写真で撮ってブログで上げちゃえばもうそれ世に発表してアクセスしようと思えばアクセスできるんだよね。年さえ隠してすごいい作品であれればどんどんん評価されるとううような時代だから 何でしょものづくりの環境としてはそこに境目が全くないわけだから発表し,しやすい時代になってるとは思うんですけどね。うでねあの素材が多いねものづくりにとっての。僕ら例えばあ前浦沢さんだったかなが言ってたんだけど、うん、浦沢直樹さんが、うん、国会議事堂を書くからって斎藤隆夫さんだったかな国会議事堂を書くからって言って。 国会編集の人に国会議事堂まで走ってもらったことがあるっていうんですよ、はあ、でそこで写真撮ってもらって急いで現像して持って帰ってきてもらってあ国会議事堂ってこうなんだっていううらささしなかったような気がしますその時代は昔はそうやって撮ってたってところが今国会議事堂書こうと思ったら行く必要ないわけです家でネットで検索すればなんぼでもその国会議事堂の写真ってあるからそれを参考に書けるっていうことだからそういう意味でのものづくりのやりやすさは80年代と明らかに違いますよね。 なんか雑誌探さなきゃ本探さなきゃ何もできなかったじゃない書こうと思っても参考資料探すので大変な時代だったですけど、まあ、放送現場もそうだったけどねでも今はそういうところの素材の集め方ってのは結構簡単だしテクスチャーとして売られてるものもありますもんね<ー>今ねあそうですね,ね、うん、まああの著作権フリーのねそうもいっぱいありますもんね,んねあるんだよね まあでも、ある意味、組み合わせ社会に陥る危険性もありますよねゼロから作るんじゃなくてね、もうインターネットの論文と一緒で、こことこことここと引っ張ってきて、全部ガチャって作って、私が作りましたみたいなもので、私が自分が作ったものっていう感覚に陥りやすいという危険性は孕んでますよねそうですね。 そ,うそ,の本その話聞いて、うん、国会議事堂取りに行ってもらった夜中に取りに行ってもらったって話聞いててあそうだ昔はこうじゃな,かないといけなかったんだよなって思いましたねうん触れる情報も少なかったしね漫画家さんの絵がこれだけバリエーションにあふれてるっていうのもやっぱすごいことだとだ思いいますよあ今ろんな絵をお描きになる方いらっしゃるじゃない。う そそこそ20年前30年前というのはね本当キラ星のごとく抱え作家の先生方がいらっしゃってねなんとかの雰囲気みたいなものがたくさんあってねうだけど今みんな個性的ですもんねん多様化してますよね、まあ、それだけ漫画文化も含めて豊かになったってことなのかもしれませんけどねいや豊かだと思いますね,それ,ねそれをやっぱり今の、ね、中高校生たちは読んでるわけだからねどんどんねんいろんな世界を開拓してますもんねいろんな方がね そうですね、これって漫画になるんだっていうような部分とかへえそんな SF 設定ができるんだっていうような設定とかねあのね普段私あのコミックをねいわゆるジャケ買いっていうのをよくするんですよあなんか表紙がいいなと思ったり、えー、ちょっとタイトルにねこうフックを感じたらねパッと買っちゃうんですけれどもあるいはあの一度も買ったこと,がことがないような漫画雑誌もねなんとなく買ってみたりするんですけどいやもうほんに 本当に豊かで、えー、失礼な言い方かもしれないけれどもそんなに売れてなかったり有名でない作品でもねあ知られてないけどこんなにすごい人がいるっていう、えー、思いってのはねよくしますねそういう体験はねだからで逆に言うとあのヒットするかどうかっていうのは、うん、やっぱりね運とか、まあ、タイミングが作用してる部分っていうのは んでこの人こんなねもっと売れていいのになっていう人もねいっぱいいるしね、うん、作家のプロフィールが調べやすい時代になったなって思うことはあります、ね、あそれは確かにね。 例えば何週か前に僕細野藤彦さんのファンだってことを言ったんだけれどあの時代にじゃあ細野藤彦さんがどういう人物かっていうのを調べるのはですね何かの雑誌で細野藤彦さんが特集されない限りは僕ら調べようがなかったわけですよ。 過去にどんな作品書いたかとかいうのを読みたくってもそこであの行き当たらないとわからなかったし作品名が分かってももうそれは売ってなかったりっていうことだったんだけど今の時代はそうじゃなくて作家さんで検索をかけるとその方のプロフィールとか過去書いた作品がばっと出てくるでしょうそうするとあこの作家さんいいなと思った時に過去のものを読みたいなと思うと探すことができるんですよね、うん。 えー、どうかしたらオークションを使ってでも手に入れることはできたりするじゃないですかだからそういう意味では何だろうなその作家の人をより深く簡単に知ることができるようになったっていうのは大きな、まあ、利点なのかもしれませんね昔みたいに苦労しなくて済むもん。 うんまあ、だから逆に言うと、なんていうのかな、平成世代の作家さんたちは上手にネットを使っている方も多いですよね。で、えーと、昭和世代の、ね、作家の皆さんには、もっとインターネットを、ね、上手に使ってほしいなと思うこともありますねいやだから僕、ほら前言ってじゃ <laughs> 細野藤彦さんの超初期の作品は単行本化されてないのよ。うん、だから ああいうのこそ電子書籍で売っていただければ私は買いますよ。ああ、ええ、絶版になってそれを出版でお金がかかるというのであれば、ええ、どこかの出版社の方が元の原稿を渡っていただいて綺麗にして電子書籍で出していただけるんだったら私はお金を出してもちろん購入いたします。うん、そういうものってまだたくさんあると思いますよ。そうですね。ええ、まあ頼み込むなんていうねウェブサイトもありますけれどもね。うん。うんうん だか形になんか80年代とかも僕らもそうでしたけどなんか形になるっていうのは紙媒体になるっていうことでしたからね。うん、でまあやっぱりねそのなんていうのかなその画面上のデータとやっぱり手に取ることができる紙媒体っいうのはやっぱり違いますね、やっぱ紙の良さっていうのは絶対あると思うしそ,、うん、それとね、お家でできなかった、これは昔はね。できなかった。 今もだってプリンターがいいっつったってやっぱりこの雑誌ね本当の印刷会社が作るようなクオリティってのはやっぱりなかなか出せないですもんね、うん。だから我々が手伸ばしてもできなかったんですよやっぱりねこのエリアはね、うん。だからここに乗るっていうことはだからすごいことだったんだよね。でもそこのまあ敷居は確実に下がっちゃったね。出版という意味ではねまあまあまだまだもちろん紙媒体って絶対なくならないとは思うんだけど、うん。 ずいぶん変質したな変質化したなとて思いますね、この30年でね確かにね、いろんな場面でねあの同じような、ね、話を私たちもしていると思いますけれどもね昔のもの、本当に電子化してくれないかなうん、えー、電子書籍でもたくさん売れるメドが立つものしか出版してくれないんですよねと。それがおかしいんだよな 先生ががおっっしゃってますが、はいね、そうではないと思うんですよね、うん、ロングテールって言ってアマゾンドットコムが流行ったのはあんまりいっぱい売れないものをたくさんこう売るからっていうところが、ね、戦略だったのに漫画も僕はね絶対そういうとこあると思うんですよ。うん、電子化すればそれだけあのたくさんの人が手に取ることができることになるわけだから。 えっと、そのエリアにファンは少なかったとしてもそれがたくさん集まればそれなりに売れていくとは思うんですけどね、うんまあ、実際ねそういう試みをされている方も、ねうん、たくさんいらっしゃいますけれどもね,、うん、ねいいよ弥生マイラブとか <laughs> 個人的な希望を言っておりますが孫さんの写品はいいよ。 えと高山先生が本当にちょこっとあ流れちゃったえっ、ー、とさっきの資料の話かな本当にちょこっとしたものになら利用できるけど本気で描写したいものは写真だけじゃ <laughs>、えー、ましてやネット画像だけじゃダメです肉眼で見なきゃってね,ねうんまあまあそうですよね、うん、それにやっぱりあの自分が欲しいアングルっていうのはねやっぱりあの ご自分じゃないと撮れない写真でしょうからね、えー、戸田先生が「絶版漫画を無料で読める J コミが一番魅力的だと思います、ね」ですね以前「キカラジ」でもねご紹介したことがありましたね、はい、で J コミの中の方も「キカラジ」をよく聞いてくださってるということでと Twitter で <laughs> つぶやいていただいたこともありましたがうーん。 そうねあとは値段の問題ですかね、書籍と電子では値段は変えるべきか変えないべきかなんてね、そうですね、まあそこはやっぱり値段の話ってのはね、非常にあのいろんな面を含んでるので難しいところではあるんですが、この間ね、おもちゃ屋さんで、まあ、とあるおもちゃを買いまして、定価で買ったわけです。うん、定価で買って ああネットではもっと安く買えるなあとかこうちらっと思ったりもしたんですよあしかしこれは定価なんだと思いあ定価で買うということに対して、えー、こういうことを考えてしまう自分がいるんだなということを改めてこうなんか客観的にね考えてみたんですけれどもね、えー、その価格の意味っていうのがやっぱりあるんですよねうん どれだけの人の手がかかっているかということもあるしその商品そのものにかかっているお金、えー、価値というものもあるし、うん、だけど日本のね海外旅行に行ってよく私思うんですけれども日本でお土産を買うじゃないですかどこに行ってもね同じ値段なんですよね。 日本のお土産屋さんでお土産を買うとヨーロッパとか行くとあるところで売っていたエッフェル塔が違うところに行くと倍ぐらいの値段がしたり全く同じ製品がね、えー、あるいはもっと安かったりいろいろな値段で売られてるんですよねで物の価値値段っていうのは一体どういうことなのかなっていうことをね海外旅行に行った時に考えたんですけれども ある意味、日本というのはこれまで非常に一、まあえー、億総中流意識なんてことを、ね、言ったりしましたけれどもその暮らしぶりから物の値段に至るまで日本という国は本当に何ていうかその点に関しては平等というか平均化された国だったんだなということを、ね、思ったんですよ。 ところが、この数年、まあ、あるいは10年ぐらいで平成バブルが弾けてからいろいろと本当にお金に関するあるいは物の値段に関する考え方が変わってきていて今は過時まだ過渡期なのかなという考ええーえー、というふうにも考えていてううことに対してそうで、えー、その最たるものがですね。ね、えー、価格 かつて日本ではすべての、えー、ものの商品の値段というのが決まってたんですけれどもオープン価格というのが、ね、随分と増えてきましたね低価という表現をしちゃいけないというふ、ね、うに、うん、メーカー希望小売価格とか、ね、いう言い方をしますね。 ねえー、いわゆるそのオープン価格でそのヨーロッパとかに旅行に行っていろんなものの値段がね同じものの値段が違うっていうのはああそうかあれがオープン価格だったのかってこう今にして思ってみたりとかですね,ねで、えー、話がこうまた遡ってくるんですけれどもその電子書籍と、えー、それから紙で売られている、えー、ものの値段っていうのは 内容が同じなのになぜ値段が違うのかということを、ねえー、言う人が、えーあえー、と内容が違うんだから、えー、片方の値段は安くていいんじゃないかあるいは高くてもしょうがないんじゃないかという議論だと思うんですよ。と、えー、ちゃんとペーパーとして紙に残るか電子としてのデータなのかという違いももちろん一方で,あります、ねね、でその違いがあるからこそ値段を変えるべきだ。うん でえーまあ、実際に値段が今違うんですけれども同じものもありますわねその値段の違いの考え方をどれぐらい差をつければいいのか、ねえー、ということだと思うんですよね。うん どううなんでしょうね僕はずっと話し聞きながら、ええ、要はニーズの問題だと思うんです、はい、その価格でも買う人がいるかどうかっていうのが価格を決めるわけでしょ、うん、売りたい方だけの、まあ、論理もあるでしょう、これだけ手間かかってこう人件費かかったからこれぐらいはで利益も含めてこれぐらいはもらわないと成立しませんよ、商売としてはっていうものがある一方でいやその価値、そ,のそれに対してやったらこれだけだったら出して買うっていう人たちが折り合うところがまあ 価格だと思うんですよそれが、えー、ヨーロッパの話にしてもそうかもしれないし例えば同じジュースでもね、えー、自動販売機で買うジュースそれからバザーで買うジュース甲子園のアルプス席で買うジュース全部値段が違うわけですよどうかして2倍とか3倍それ全部すべてニーズによるわけですよね甲子園のアルプス席でいちいち立っていくのは面倒くさいから売りに来てくれる売り子さんから買う,この,もうこの手間だけで価格がぐっと上がるそれはもうニーズの問題だと思うんですよね。 だから電子書籍も、えー、っとまだ片方で両方買うことができるという状態だから価格が決められにくいだけの話のような気がするんですがねだから、あのー、値段が安ければ買うううっていい人たち絶対いると思うんですよ例えばね落語のね全集なんてね バラで売ってくれたらなんとかなるのに一気に2万円3万円ってきついじゃないですか「ドラゴンボール Z」僕読んでないんだけど読みたいと思ったとしてもあれを今度全部買おうと思うとすごい額になってきてしまうんですよね。まあ、いわば分割でずっと一冊ずつ買っていってればなんとなく最終的にまあそれでいいと思うんだろうけどこれを一気に買おうと思うと結構な額いくから例えばこれを電子書籍だったら全巻読むのがこれぐらいの値段でいいですよ。 ということは今まで買わなかったマーケットをそこでぐっと開拓することになるから年収籍が持つ意味合いとしては、えー、今まで本には手を出さなかった人たちがそこで新たにお金をその作品に対して対価を支払うという意味では価格を下げるることとに意味はあるかなと思ったりしますね結構ね安ければ読んでみたいと思う全集ってありますもんシリーズもの。 長くなればなるほどそこの話を読,み読むのは勇気がいるんですよ結構これ全部読んだらいくらかかるんだろうとかって思っちゃったりするんですよね。ということはその一般化になる鍵は例えば「そのドラゴンボール」とかあるいは「ワンピースとかの,あのメガヒット作品をまとめて安く読めちゃったりすると爆発的に。 その電子書籍も広がっていいくんじゃないかとそうだから僕、電子書籍の会も確か行ったと思うんですけど価格を下げることによって今まで手を出さなかった人が読む可能性はありますよね。うん、でも危険性としてはペーパーの方が売れなくなる可能性もはらんでいるということですよねだからそこの価格差が広,広がりすぎるともうみんなもう電子書籍でいいやって思っちゃうかもしれないからそこをこういかにコントロールしながら。 売っていいいくかかととうこなななんじゃないのかなそれとさっき言った「絶版化されてもう紙では見ることができないものを電子化する」というその2つの方向のような気がするんですけどね。読みたい長いシリーズってやっぱあるもんなそれが全巻まとめでこれだけ安くなりますだったら。 買っちゃうかもしんなないもんな揃えるかもしんなないもんなそれがいくらなのかっていうのはね、うん、まあその時代の中でいろんな綱引きの中で決まっていくということなんですかね自然にね、うん、これぐらいの値段だったら売れるいや売れないという分岐点があるんでしょうねきっとね自然に決められていく分岐点がねだって 紙と違って原材料費がかからないので僕は価格を抑えようと思えば抑えええよよううとと思思ばられる世界だと思うんですよ、うん、もう一方でねテレビの業界ももうそういうふうにオンデマンドが進んでいて NHK さんなんかがやられてますけど見逃した番組も今ネットで見られるんですよね。 大体1は円とかそんなレベルですよだからレンタルビデオ店に行って借りるのと同じぐらいの価格で見たかったあのドキュメンタリーとかっていうのを見ることができるんですよね。だ漫画も僕はそれでいけるんじゃないかって気がするんですがねうどうなんでしょうか作家側の人に言わせるとやっぱり抵抗感があったりするのかな人によるでしょうけれどもね。やっぱりあの今は 紙に愛着がある作家さんがね、多いでしょうし、うん、でまたね、ほら、こういうふうにメディアがいっぱいできるっていうことを前提としていない時代に書かれた作品ってね、そこまでの契約を想定してないからね、うん、契約って結構わかんないよね、どこまで、何部売れたらいくら支払われるかっていうのは、個別でしょう、もちろんね。うん、いろんなケースが、ねあ,るね、あるみたいですけどね。 そこまでのものもはね過去の作品なんか特にね想定してないでしょうしまして作家,作家さんが亡くなってねその権利をご遺族の皆さんが持っていらっしゃるとかねなってくるともっと再出版化っていうのは難しい問題になってくるでしょうしねう、えー、いいコンテンツだからもう一回世に出したいっていう思いはあるにせよ超えなきゃいけないハードルはいっぱいあるんでしょうな。うーんうん その通りでしょうね。うん、うん、そうなんだよね。そう、配信元っていうか、そう。出版社が潰れちゃってるっていうケースもたくさんあるんだよね。そうですね。ものものなんか漫画に限らずね。原稿が散逸してるケースもね。うん、あの昔の作品ほどあるようですしね。うん。まあ、あのだから、その出版社側も作家側もねえー、まあ、もう。とりあえず今週号が出ればいいやみたいなね。 もう原稿はもうなんかどっか行っちゃったみたいなね、うん、ことももったいないよね、だから日本はこれだけのある意味、ね、僕漫画という資産を残してきたと思うんだよね、うん、この文化がある意味、散逸したり渦漏れていくっていうのは本当にもったいないいなと思いませんそうですねきちんと本当にあの国を挙げてアーカイブ化しなきゃいけなかったことなんじゃないの、うん、今からでも遅くないと思うけどあ、ね、国会図書館なんかには、ね、かなりの数があるんでしょうけれどもね。うんだから OK ちゃんと僕は電子化してとどめていった方がいいと思うな儲ける儲けない別にしてもね文化としてやっぱり残していかなきゃいけないと思うようん触れられないっていうのはやっぱり悲惨だもんねうんだから僕は細野さんのあれ初期のやつ前ねちょっと言ったんだけど「サンデー1000」をなくして捨てられてしまったと思ったからその時の落胆した気持ちってのはやっぱり忘れられないもんああもう読めないのかあれとかって本当 のね、いや本当に僕はもうあの時代あの作品大好きでしたからあの絵も何度もまれましたから本当好きだったんですよそれが自分の知らないうちにあの自分の教え入れからなくなってると思った瞬間にもうショックだったですねでそれがまた最短単行本化されてないわけでしょたらあ,あもう二度と読めないって思うと本当に その喪失感たりやすごかったですけどそして今3で1000を見事発掘した林田さんとしては俺だけは持ってるんだぜみたいないや意外とでもネットオークションで意外と安いで売られてたよ一応検索してみたけどそうでしたね元音以下ってことはなかったですけどはいえっと作品があるんでしょうかあるですだって3つありましてもう一つ音楽も届いてますよおっとっとはいまずはこちらから参りましょうファイバーさんであファイバーさんだ 今日は、ね、あのメッセージもご紹介いたしました、ねはい、海外遠征木からじたん北米の重要オタクイベントコミコンのためサンディエゴにきま赴きましたが横浜佐世保と姉妹都市であり非常に綺麗な港町だったので記念に一と狩り終えた木からじたんを書きましたということであーはーはーあ足元の,あのボックスになんか多分生き物がいっぱい入っているということなんでしょうね。 ファイパーさんってどう,うどういう方なんですか？絵描きの方ですか？作家の方ですか？あ,あのー、ですね、えっ、ー、と佐世保出身のイラストレーターで、佐世保時代によく僕の番組に絵を描いて送ってきてて、その方がファイパーさんか。はい、で僕が君はなかなか上手だからプロになるといいよって僕のアドバイスがあったおかげで。 イラストレーターになった人です。あーその上から目線の話をするときに登場する <laughs> ファイバーさんか、えー、オートバイ。分かった分かった。あ、が今アメリカにいらっしゃるんだ。今アメリカいる。すごいですね。すごいね、このイラストもすごいなと思って見てたんですよ。うん、あの高校時代はスキッピーカーのね、ラジオカーのイラストなんかを送ってくれてましたね。はいえー、見事ですね。うん、あ、そうですか。素晴らしいサンディエゴとかもね行かれてますなね。まあ僕の教えを守ってイラストレーターになって、ね。<laughs> 僕フォローしませんよと <laughs> 今村山が言いました <laughs>、えー、ちなみに満さんが高校時代にも「君はうまいからプロになった方がいいよ」って言いました <laughs> どうですかこのレトロ目線のものの言いようは <laughs> 俺は分かってるよみたいなね <laughs> うまいねみたいなね <laughs> これはテレビでお出になってましたな満さんが、ね、あ,あらそうでしたかごめんなさいあの時ははい、はい、<laughs> 次のイラストです、はい これはね、えー、実は動画です、はい、で YouTube 上で上げられている動画なのでどうしてもあの変換作業をしないとこのユーストリームでは再現ができないものですからごめんなさい1、えー、コマを静止画として、えー、キャプチャーしていただいてご紹介をしております、はい、詳しくは木からじたんの,あの育成サイトにアクセスしていただきますとこの動画がきっちりと見られますので同じインターネット上でね是非公式サイトをご覧になってくださいすごいですよねうんすごいね 草さん本当にありがとうございますこれ、でまかると思うんですよね、3D の CG ってね。ねいやもうさすがプロとしか言いようがないんですけれども、もう私たちが本当に夢にまで見たアニメーション、しかも 3DCG というですね、素晴らしいぜひぜひ、木原さん育成計画をチェックしていただきたいと思います。はいはい、そして次もはい プロの漫画家さんからいただきました戸田克幸先生です。木から実断？うん。二百回二百回記念アニメを 3D CG かあれ？あ間違えてるタイトルですよね。ああごめんなさい。戸田先生のメッセージをごめんなさい。私テロップを今日作った時に間違えました。コピペで残っちゃってましたね。ごめんなさい。これはですね、確かあの遅れてごめんなさいっていうようなメッセージだったんですけどね。 すいません。最近キカラジに遅刻が多くてすいませんということで。そうですそうです。後ろの方がね、あのとだ先生からのメッセージです。はい。うん。間違いございません。はい。後半キカラジタンがお風呂に入って、号々キカラジタンの歌を歌っていてキカラジの本番に遅れてしまったというね設定の絵を書いてくださいました。これラフ画だそうです。あ、感じでラフはい。なるほど。え、しゃれてますね。おつしゃれでございます。 ゃ <laughs> 車両ごござざいいまますすねえありがとうございます戸田先生の絵もなんともこのほのぼのといい雰囲気がありますね。いや僕はこの左隅の,あの洗面器ですか。あケロリン。ロリンですね。ええ、ケはどうかわかりませんよ。<laughs> ロリンとしか書いてませんから。ケロリンですね、このめちゃくちゃ売れてるんですよね、このね今ね。 大ヒット商品でででねね、まあ、これれにはロロリリンンすすけどもいやこれはこの絵の中でこの色合いのアクセントが素晴らしいなと思ってあ<ー>黄色に緑に赤がポンと目を引くというね素晴らしいロリンでございます、えー、これはやっぱ木垣内さんもヒット商品は買ってますよ買ってますかね、えー、いいですね素晴らしか、はいかガラスの向こうのわれわれの雰囲気もよかですよシルエットだけで分かってしまうというですねありがとうございます ちょっとねなんか悪の秘密結社風の <laughs> <laughs> そう見ましたかあありがとうございましたさあ続いてはですね今度はまだ再び北川さんから、はい、この方もアメリカ在住の方ですけどね曲を送っていただきまして今回は「ですね船虫大魔王」という200回の記念ラジオドラマに登場した「船虫大魔王」。この テーマソングをまずはお聴きいただきましょう。<laughs> <laughs> この北川信夫さんという人がね、はい、一体どういう人なんだろうと私たちがよくユーストリームでね、ええええ、疑問を呈しておりましたご本人からメッセージを頂戴しました回答頂いた,だいたはは先日ご紹介があった埼玉のひょうたんつぎさんに木からジを聞くように仕向けたアメリカ在住の者のです、えー、最近やたら木からジ育成計画に楽曲を送りつけている本人でもあります 実は三十数年にわたりクラシック音楽の演奏家として仕事をしてきましたところが最近「聞かれ下壇」のおかげで作曲・編曲の趣味にまた火がついてしまいというのは林田さん村山さんの「昔絵を描いていた人でまた描いてみたいという人ぜひどうぞ」というお誘いに高校時代夢中であったアレンジにまた挑戦してみようという気になったからです 母校の吹奏楽部は部員のアレンジ作品のみによる演奏会を催すというかなり無茶なことをする伝統があって。 寝る時間を惜しんではアレンジに取り組んだものでした当時作曲にも挑戦しましたが力不足であっさり挫折した思い出もあります最近講師をしている大学で教材用に短い曲を毎週書く機会があって作曲もやれるかなと思い始めていたところだったんですそれでも、えー、なかなかまとまったものを書くきっかけがつかめないままでいましたそれがある日何かの表紙に気から時短のために書けないかと ガレージバンドを立ち上げてみるとここまで書いたところで YouTube の第223回に追いつきましたどうも突然音楽を送り出した北側とは何者かということで混乱をきたしているようですので <laughs> 略歴を下記にすることにしました 略歴は後で読みます投稿した作品については「キカラジ」でもアニメでも番組中のジングルでもお好きにお使いください<ー>各クリエイターの皆さんがキカラジ育成計画に直接関する作品に利用する限りはあらかじめお断りしていただく必要もありませんあくまでお遊びでやってますのでいじっていただける分だけ幸せです だそうで木からジ関連であればご自由にお使いいただいて構わないと、はい、<ー>番組とかあるいはこういった木からジさん育成計画の中で使っていただく分には全然大丈夫だとじゃあなんかアニメを作った時の BGM として使用することはもういい,い,いですよということですねご承諾いただいているとでは改めて北川信夫さんの略歴を紹介させていただきます1957年埼玉県川越市に生まれる 1972年川越高校入学吹奏楽部においてオーボエピアノ演奏アレンジを担当1976年東京芸術大学器学科にオーボエ専攻でご入学1980年渡米 1985年エール大学音楽修士号をオーボエ演奏で終了エール大学1996年エール大学音楽博士号をオーボエ演奏で終了1996年ニューヨーク市に移りオーケストラブロードウェイショーなどフリーの仕事に携わる、えー、2001年 ペンシルベニア州リーハイバリー地方に移りベツレヘムバッハ合唱団オーケストラのオーボエ奏者を務めるからラフィエット大学に非常勤講師として勤務というご立派な方でございますすごい、ね、ニューヨークのブロードウェイでも演奏されてたそんなご立派な方が来ました <laughs> <laughs> しかもフか「<laughs> フラムシ大魔王」のテ <laughs> ーマとか「フナムシ大魔王」ですよいやフナムシ大魔王 我々より私よりも9つ上の方ですね50代の半ばになるんですね57年生まれでございますからね、はあ、ありがとうございます北川信夫先生ありがとうございます何急に先生とかつけちゃったりしてだって大学で教えてらっしゃるいや僕はそれぐらいの方だってずっと思ってましたよ<ま>た <laughs> いや本当ですよ何言ってるんですか <laughs> 僕はねあの正直言ってもうちょっとお若い方かなと思ってましたええ、ね あのなんか多分日本の音楽大学を卒業されてアメリカに渡ってなんかこう自由な感じで活動されている方なのかなと思ってましたがまさかあのこれだけの経歴をお持ちの50代の方とは思いますんでした、ね、すごい応募奏者の方ですよね、ええ、素晴らしいですね。でも作曲はでもガレージバンドを使いっていうふうに書いてありましたですね、ええええ、いいわわゆるるガレバンって言われるものを使いなんですな、はい、まあね。 趣味の一環ということなんですがね素晴らしい、えー、ありがとうございますあまたねなんかなんかいろんな方が聞かせられるラジを聞いてるんだなというね、うん、改めて思いますね、うん ありがとうございます。ありがとうございます。この山さんから、そんな北川さんに B. G. M. を作っていただいたロボは。<laughs> ロボは幸せ者でございます。この幸せロボ。<laughs> 幸せ者じゃなくて、幸せロボ。幸せロボでございます。ということでございます。はい、またお待ちしております。してどうぞクリエイターの皆さん、B. G. M. は木からじ関連であれば。使っていいということでございます。自由にしていいんだって、よろしくお願いいたします。で、番組でも、あの自由に使っていいということですので。はい。なんか。 ね、なんかしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、えー、ではですね。はい、えっと最近の中ではちょっと長めのユーストリームとなってしまいましたが、はい、はい、ここまで三百一人の方にお付き合いいただきましてどうもありがとうございます。ありがとうございました。え、来週なんですが、はい、来週がまた長めの配信になるかと思います。はい、来週は3週 <laughs> 三週取り。三週取り。院長大丈夫？ 三週取りだって。ちょっと途中でおやつかなんか食べて。<laughs> 三週取り。三週取りこれはもう弊社のさまざまな事情がございましてなかなか。ひょえ。そうなんですよ。九月の冒頭までちょっと我々がこの木からじに時間を作ることができないというろいろあですよ。状況がございまして来週怒涛の三週取り。従いまして三週間岡野さんは喋りっぱなしです。 林田さんも夏風花王さんもね、来週までにね。と思います、はいはあえー、ということで、来週はちょっと長丁場になるかと思います、そしてその後また2週間は、からじ3週間か、3週間は、木からじはね、えー、生配信ございませんので、えー、一つどうぞ、来週は万難を拝して、ぜひアクセスしていただきたいと思います。うん、でもあの、岡野さんという方の半生というか、もう人生がね、 1>, 1時間半の中ですごい方ですのでいろんな意味でですね。うん、いや多分ねあの70年代の漫画のお話も出てくると思うんですけど、うん、ちょっと資料もいただいたんですけど、ね、僕ほとんどほとんどわからなかったですね。 ちょっとね、私たちよりまたね、一回り二回り上の世代ですからね、62かな、3かな、うん、ですからね、ちょっとやっぱり、その時代の漫画って、ま、知らないからこそ、まあ、新鮮ではあるんですけどね、うん、そのへんその,辺の話も出てくるかと思いますので、どうぞ、お楽しみになさそうですね、お楽しみどうぞ、はい。それでは皆様、また毎週。はい